1956年、大谷一次郎2月11日から1972年5月28日は、大正昭和期の俳優、新派配抜きの役者の一人で名脇役として知られた。東京浅草クサ町の生まれ、幼少時からの芸ごと好きで、1907年に、いい洋報主演の舞台、小記の古家大名の古家で、古役エキストラの一人で、初舞台を踏む。 いいの弟子の藤六助に指示し、藤川衆六の芸名をもらうが後に、本名の大家一次郎で活動。18歳の時に、60歳の役を演じて以来、吹け役を得意とし、多くの当たり役を持った。新派系の劇団を転々とした後、1939年に、花柳木太郎、石井宏、士、竜栄次郎、川口松太郎、大江良太郎らと、劇団、新生新派を、 旗揚げ、戦後の劇団心パ結成へも関わり、心パに欠かせの中心メンバーとなる。1962年に芸術院賞、史上賞を、1967年には訓四等曲実賞受賞を受賞している。1967年には、その演技力を壊れ、文学座公演、大寺学校へ、客演として招かれ、初めて心パ劇以外の舞台へも立ち、 話題と人気を集めた。1972年5月28日、肺がんのため没、ツ、78歳。前年7月の歌舞伎座でのシンパ公演、風流深川歌のリサブロー役が最後となった。今日、初代水谷愛子、花柳翔太郎、石井博と並び、シンパ四天皇と称されている。弟子に、大鹿時代などがいる。ありがとうございます。